Hello everyone. 皆さんこんにちは。安河内哲也です。元気ですか？英語の勉強頑張ってますか？はい、いろんな質問をいただきますんで、ここで答えていきたいと思います。さあ、それではですね、勉強のアドバイスなんですけど、今回はスピーキングですね。で、これね、スピーキングっていうのは、他の3技能と比べて、すごくそのマインドセットの部分が大事なんですね。マインドセット。心の持ちようですよね。で、非常に重要なポイントは、常に今の時点の英語力で勝負するってことですよ。ね。未来の英語力で勝負するんじゃなくて、今の時点の。ね。例えば今の英語のレベルが中学レベルの英語だったら、中学レベルの英語で喋ってください。高校レベルの英語だったら、高校レベルの英語で喋ってください。今のレベルの英語で喋り始めないと、ね。永遠に外国語っていうのは完成しないわけですから、外国語が完成したって自分が思う、今だったらもう喋っても大丈夫っていう時点は絶対来ませんからね。だから、今の時点でもう喋り始めないと、もうずっとね、喋らないまま終わってしまうってことになります。今の時点の英語力で喋ってください。うまくなってから話そう。これがね、なかなか喋れない人の特徴なんですよね。うまくなりませんから。ね。うまくなってから話そうと思っていても、自分の実力に納得するときは来ませんから。ね。英語を話す機会が永遠に来ないってことにもなりかねないです。結果、話す経験が不足してしまうから、もっともっと話せなくなるんですよ。ね、話すのを待てば待つほど話せるようになる日が遠くなってしまう。話す準備をすればするほど話せる日が遠くなってしまう。っていうのがこれ実際なんですよね。この悪循環に陥ってらっしゃる方がたくさんいますんで、ぜひね、その心の持ち方、ね、これを変えてみてください。もう今のあなたの英語で十分です。ね、今とにかく話し始めてください。中学1年レベルでもとにかく話し始めて、話しながらレベルアップしていくと。じゃあ永遠に中学1年レベルでいいのか、永遠に中学レベルでいいのかっていうと、そんなことありません。中学レベルの英語で十分ですよって言うんですけど、それはもう初心者とか片言で喋る人に対してのアドバイスであって、ね、中学レベルの英語で十分なはずはないです、ね。中学レベルの英語でも相当なとこまでは行きますけど、ね、その上を目指さないと、ね、それより深い会話はできるようになりません。で、英語を話す力、これは踏んだ場数によって決まるわけですから、話し始めるのが早ければ早いほど、上手くなるのも早いんですよ。だから、これすごい不思議なんですけど、こう、いっぱいその音読とかシャドーイングとかしますよね。私もやります。音読とかシャドーイングっていうのはこれ話す練習じゃないんですよ。そればっかりやってても、上手くはならないんですね。それ大事なんですけど、やっぱりね、人と話すのが上手くなるっていうのは、人と話さないと上手くならないんです。この場数を何百回、何千回、何万回踏んだかっていうのがすっごく大事なんですよ。ね。だから、例えば発音はすっごい上手で、流暢にバーッと読めるんだけど、対面になるとなんかうまく話が噛み合わないって方もいらっしゃるんですよね。だと結局話せるってことにならないから、だから、英語を話す力っていうのは踏んだ場数に左右されるってことをよく知っていただきたいなと思います。はい、現在の実力で話せる英語でまず話し始めます。で、あ、こういうふうに言ったら相手はこういうふうに反応するんだと、相手が止まった時に、あ、すぐこうやって行かなきゃっていうようなこと、あ、こう言ったら笑ってくれたということはね、これいくらね発音練習をしてても身につかないですからね、場数を踏んでください。で、今のあなたの英語ですぐに話し始めます。で、並行して、皆さんの英語ね、もうもちろん音読とかシャドーイングとか発音練習をしてブラッシュアップして、これ忘れないように、間違いっぱなしはダメですよ、ね。はい、間違って、間違いっぱなしはダメで、それを修正しながら上手くなっていく。インプットアウトプット、インプットアウトプット、インプットアウトプット、間違って修正、間違って修正、間違って修正のサイクルを重ねていくということ。ただ、この間違って修正、間違って修正のサイクルができてない方って多いんですよね。もうインプット、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 インプットっていうことで、発音とかボキャブラリー自体はどん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 向上していくんですけど、対話スキルっていうのがなかなか向上しないってことになりかねないし、逆に英語が上手くなると怖くて話せなくなるっていうのもあるんですよね。だから、もう今の時点のあなたの英語で踏み出す、今の時点の英語で常に勝負して話し続けるっていうのが一番英語が上手くなる方法だと思いますので、ぜひすぐに話し始めること、これ始めてください。
今では英語を話す場がたくさんあります。昔はありませんでしたけど、今はオンラインでね、1対1でびっくりするような価格、これ高い方のびっくりじゃなくて安い方のびっくりの価格でね、毎日毎日英語を話せるというね、昔の英語学習者にとってみれば夢のような環境が実現されています。ぜひね、オンライン英会話なんかを活用してどん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 英語を話すことをすぐに始めてください。そうすればね、英語が話せるようになる日は絶対やってきます。ということで、今回も見ていただいてありがとうございました。 Thank you very much for watching. Remember, practice makes perfect.